上空から見た島前。右が西の島、左が中の島、奥に見えるのが、千鳥島島前は、日本の島根県、沖諸島の内西側の有人三島を呼び、周辺の無人島により構成される群島を、東側の主島である島ごと体を成す。有人三島を、特に指した島前三島という故障も存在する。島前三島は、約500万年前に、 島全火山と呼ばれる、海底火山の噴火により隆起した後、カルデラ化した外林山の名残とみられている。立領成火の大き国に設置された四軍のうち中の、島が、天軍、チブリ島と西の島が、チブ軍とされた。空港は存在しないため、島後の沖空港か本土の米市、北郎空港ないし出雲縁結び空港が、最寄りの空港となる。回路は、 沖聞線により島前と島後の西号港、また、本土の七類港及び、境港を結ぶフェリーと高速船の航路が、開設されている。また、島前三島間の往来は、沖観光が島前内港線として、フェリーと高速船を、それぞれ一席ずつ就航させている。島内の交通は、西の島で、西の島町営バス。 中の島で置き返し交通がそれぞれ島内を巡回する路線バスの営業を行っているが、千ブリ島には路線バスが存在しない。西の島町に沖市町の分庁舎として島前集合庁舎が設置されている。西の島町に沖広域連合立沖島前病院が設置されているが、医師は島根大学や鳥取大学からの派遣に依存しており、年々、 確保が困難になっている。看護師についても同様であるが、病院スタッフが解説したブログを通じ4名が、当該より就職する成果を上げたことが注目を集めている。高等学校は、天町の島根県立沖島前高等学校のみ、存在するため、拡町村の中学生は、大半が同校へ進学することになる。全域を、島根県警、 浦郷警察署が所管。天町に2カ所西の島町と、千武村に、それぞれ1カ所の駐在所を設置している。島根県でなく、鳥取県米子市の米子郵便局が管轄しており、鳥取県境港市と同じ郵便番号、684、地域となっている。枝番は、 千武郵便局が684の 01XX、裏 01, 郷郵便局が684から 02XX、02, XX 美電郵便局と別府郵便局が684の 03XX、03 X X, 菱浦郵便局と甘郵便局が684の 04XX である。荷物は、ゆうックのほか、大和んゆうの西の島宅急便センターが取り扱っている。 固定電話は、全域が、市外局番0851音地域。携帯電話は2010年7月現在、NTT ドコモ、au がほぼ全域で、ソフトバンクモバイルが、港と集落の範囲で利用可能。ウィルコムは、西の島と中の島の一部のみ、利用可能。e モバイルは、全域サービスエリア外となっている。 インターネットは FTTH による常時接続が利用可能。テレビラジオとも、鳥取、島根両県を対象とする山陰広域県に含まれる。昇火山の西の島中継局から島全3島を対象に放送を行っている。なお、西の島町、天町にケーブルテレビが存在する。AM 放送の中継局は NHK 松江。 三院放送のいずれも設置されていない。BSS はかつて、米子本局が、沖諸島方面への指向性を有していたが、現在は、夜間の渾身が激しくなっている。FM 放送は NHK 第一が、沖局を設置している。FM 三院は島前に中継局を設置していないが、島後の沖局が受信可能。沖島前病院外科医不在に、 参院中央新報。http コロンスラッシュスラッシュ www.sanin-chuo.co.jp スラッシュニューススラッシュ modules スラッシュニューススラッシュアーティクル .php ストリードイコール5億1830万42010年7月27日閲覧。沖島前病院看護師ブログが 人材確保に成果。参院中央新報。http コロンスラッシュスラッシュ www.sanin-chuo.co.jp スラッシュニューススラッシュ modules スラッシュニューススラッシュアーティクルド php ストーリードイコール5億1828万30042010年7月27日閲覧。ありがとうございます。